南海7000系電車は南海電気鉄道が1963年に製造を開始した一般車両を。本校ではマイナーチェンジ車にあたる7100系電車についても記載する。また、ナンバー型先頭車の車両番号 F を編成名として表記する。南海本線の輸送力増強を図るのと1973年に実施された。 河川電圧の 600V から 1500V への小圧で従来使用されていた1 2 0 1系、1 5 5 1系、2 0 0 1系、1501型などの旧憩車を置き換えるため、1963年から1973年にかけて製造された20メートル級片側4扉の高性能車である。 1963年から1968年にかけて製造された 7000K と1969年から1973年にかけて製造された 7100K があり、両系列は扉の構造と扉間の窓配置が異なるが、性能は同一である。7000K は南海本線、空港線で2015年まで使用されていた。7100K は、 南海本線、空港線、和歌山港線、加田線、棚川線で、現在も使用されており、1万系と並結して、特急、サザンの自由席車両として運行されることもある。両系列ともに普通構成車体であり、海岸に近いところを走るため沿外による、老朽化が懸念されている。登場当初は7000系前車と7100系一時車は、 非冷房車だったが、後の車体更新の際に冷房装置を搭載した。7100系二次車は登場当初から冷房車である。制御方式は共に抵抗制御だが、超多段式バーニア制御機を採用し、スムーズで衝動の少ない乗り心地の良い加速を実現している。ただし、定格速度が高く設定されているので、弱めかい自制御の速度域までにノッチオフすると、 遮断までに電流の絞り込みを行わないため衝動が大きい。また、両系列とも空気バネ台車を採用している。従来、7000系と9000系のみが女性専用車両の対象であったが、2007年8月に実施されたダイヤ改正以降は7100系も対象に加わった。比例棒。 旧塗装時代の 7000K1963 年から1968年までの5年間に帝国車両工業、近畿車両、東急車両製造で90両が製造され、2015年時点で南海本専用車両として最も使用年数が長かった。2007年より廃車が開始され、2015年10月に運行を終了した。 車体の基本スタイルは普通構成であること以外は、全面から製造された6 0 0 0系とほぼ同一で、1959年から製造された 1521K、2 0 5 1系に準じる。1 5 2 1系からの変更点は、全消灯が当初からシールドビーム2等であること、窓が2段上昇窓であること、室内の換気装置が、 ファンデリアに変更されていることなどである。製造時の車体塗装は2 0 5 1系と同じ、緑の濃淡のツートンカラーであった。6 0 0 0系がオールステンレスで導入されたのに対し、統計列は普通校で導入されているのは、オールステンレス車はまだ開発されたばかりで高価格で、あったことに加え、当時は南海本線の踏切事故が非常に多く、衝突事故に際して、 修繕を容易にするという目的もあったためである。南海本線系統に運用されていた通勤型では、唯一の片開き扉車両で、南海本線の主力車の一つだった。片開き扉を採用する通勤型は、南海では最後であり、日本の大手施設においては6000系及び、京浜急行電鉄の800型と合わせて、2010年代までまとまった。 車両数が在籍していた。1983年から冷房化及び車体更新を実施し、終電装置も下枠交差式パンタグラフに変更されている。この時、4両固定編成では、補助電源装置が電動発電機から静止系インバータに変更され、和歌山市方 m c のみ搭載し、すべてのモーターをナン、no. バー 4MC 車のみで制御するようになり、 この時に制御機の種類も変更された。なお、非冷房時代でも1977年12月から翌年8月にかけて4両編成のうち7001回、7005回、7009回、7021回、7051回、7053回の6編成24両には全面、側面に方向膜の設置工事を行っている。残りの編成には冷房化と同時に 方向膜の設置工事が行われた。蒸気のユニット化により、4両固定編成に補助、電源装置は1機のみの搭載とされた。これが故障した時のことを考慮し、営業運転時に4両固定編成を単独で使用することが一部を除いて制限されていた。同様の理由により、9000位4両固定編成も単独運用が制限されている。本系列は、 その後、実際に、車両故障を起こしたため営業運転での4両固定編成単独運用を取りやめ、2両固定編成か4両固定編成の本系列もしくは7100系と並結して、6両、ないし8両で運用されるようになった。1994年頃からは、8両運用を中心に7100系との根結編成が蘇生されるようになった。特急。 急行、区間急行、準急行、普通車、その他、特急、サザンの自由席車両として、4両固定編成の1万、K へと連結し、8両編成で走ることもあり、特急、ラピートを除くすべての種別の運用につくことが可能だった。2両編成は、過去に、四川区での運用実績がある。なお、千代田工場への送り込み、 返却改装時には4両固定編成単独で運転されたこともある。その他、2両固定編成を2本連結した4両編成による営業運転も稀に行われており、この4両が特急、サザンの自由席車両に用いられることもあった。従来、基本的に普通車は4両編成で運用されていたため、車体更新後は主に急行などの優等列車に、 使用されていたが、1990年代からは6両編成で、運転される普通車が増え、本系列による普通車も多く見られるようになった。片開き扉は通勤系電車としては、旧型の機構であり、両開き扉の普及に伴い、大規模で頻繁な乗降のある車両には不向きである、ことが分かってきた。本系列においては、 両開き車と同等の広さを確保しているため、扉の開閉速度を速くすることで、開閉時間は両開きと大きな差はない。しかし、ドアエンジン装置の入手が困難になっているという問題がある。座席の長さや位置などの関係上、南海本線の車両では最も着席定員が多いものの、車椅子スペース設置などのバリアフリー対応はしていなかった。 登場当初は、ナンバ4からモハ 7001K、クハ7 9 0 1 k モハ 7001K、サハ 7801K、モハ 7001K の5両編成であった。なお、将来6両運転を開始するときには、T 社を新造した上で、TC 社を MC 社に改造し、MCT、T、MC 編成2組で蘇生する計画であった。そのため、TC は、 パンタグラフの取り付けが容易にできる構造となっていた。7001から7901プラス7003から7801から7 0 0九1963年10月25日春工7005から7902プラス7007から7802から7006、1963年11月6日。 春高7009から7903プラス7011から7803から 7, から7 0 1 0 1963年11月6日、春高7013から7904プラス7015から7804から7014、1964年11月16日、 春光7017から7905プラス7019から7805から7018、1964年11月26日、春光。7021から7906プラス7023から7806から7022、1966年3月4日、春光1966年に6両運転を。 実施することになり、その際 3M3T の6両で走行テストを行った結果、性能上十分対応できることが判明したため、TC 社の MC 社への改造は見送り、MCTTMCMCTC で蘇生することとなった。6両編成へ組み替えるとき T 社は番号の若い順から揃えられ、不足分は心臓で補った。また、2両固定編成は、 ナンバー4から、和歌山市方に蘇生された。7807.78087809.78107811.78121966年11月7日、春七7025から7813から7814から7026。 1966年11月1日、春七7027から7907。1966年11月1日、春七7029から7815から7816から7030。1966年11月1日、春七7031から7908。 1966年11月1日、春行7033から7817から7818から7034、1967年11月2日春行。7035から7909、1967年11月13日。 春高7037から7819から7820から7038、1967年11月27日、春高7039から7910、1967年11月13日、春高7041から7821から7822から7042、 1967年11月27日、春光7043から7911。1967年11月27日、春光7000系の最終製造年となった1968年製造分は、普通列車運用向けに4両固定編成のみ、製造された。 7045から7823から7824から7046。1968年3月25日。春七7047から7825から7826から7048。1968年8月27日。春七7049から7827から7828から7050。 1968年9月2日、春行7051から7829から7830から7052、1968年9月24日、春行7053から7831から7832から7054、1968年9月17日、 春光7055から7833から7834から7056、1968年10月2日、春光上述の通り、塩害問題には長年悩まされている。1980年代に大規模な更新工事を全社に施行することで一旦問題が解決されたが、 関西国際空港連絡橋で会場を走行する空港線開業による同線への運用増加や全編成が更新から20年経過、製造からは40年が経過するなど、同車の老朽化が問題となっていた。このため南海は2007年8月ダイヤ改正で、高野線から南海本線に2000系の一部の編成を転属させて普通車での運用を開始し、 7001回7005回7015 70回の3編成合計重量を置き換えた。これらの編成はすでに廃車されており、2007年10月までに解体が完了した。同年11月3日の南海電車祭りでは、これら解体車両の部品が販売された。さらにその後、新車8000系の導入により、 2008年7月10日付で7009回7013回の計8両が廃車解体された。なお7013回は基本編成で冷房化まで方向膜を装備しなかった。編成として廃車となった最初の事例となった。こちらも引き続き南海電車祭りで2編成からの解体部品が販売されている。 また2009年に入ると2連口としては7015回以来2年ぶりに、同年5月18日付で7003回7007回の2本が、他に2010年1月29日付では4連口としては7029回の1本の、計8資料が、廃車、解体された。これによって3形式すべてのトップナンバーが消滅した。 続いて2011年1月24日付で7023回7039回の2連2本、計4両が、2012年4月23日付では7011回7035回の2連2本、さらに同年5月28日付でも7025回の4連1本、計8両がそれぞれ廃車、解体された。また2013年に入ると、 同年8月10日付で7,041回の4連1本、7,027回の2連1本が、加えて、同年12月30日付で7,033回7,047回の4連2本、2度で、計14両がそれぞれ廃車、解体された。以降も2008年3月に営業運転を、開始した8 0 0 0系や、その後継である8 3 0 0系、さらには、 仙北高速鉄道より購入した3000系が増備されることにより7000系の代替配車を進めており2015年8月9日に現行塗装車と2連車が消滅したリバイバル塗装車の7037回も同年9月30日をもって営業運行を終了し同年10月3日のさよなら運転をもって運用を終了したこれにより 南海本線における片開き、敷扉の一般車両の運用が消滅した。2005年でのリバイバル塗装の7037回萩の、茶屋駅2015年でのリバイバル塗装の7037回萩の、茶屋駅1992年までに全車両が、現行塗装に変更されたが、 南海創業120周年記念キャンペーンの一環として2005年10月1日より2006年7月4日まで7037回と7027回の6両が旧塗装である緑のツートンカラーの塗装に変更して運用された。翌5日に千代田工場にて現行塗装に戻された。これらの車両は後に他の7000系と共通の運用となった。 2015年には、同社創業130周年を迎えることと、同年9月末をめどに統計列が運行を終了することを記念し、統計列と、特急サザン1万系の一編成ずつに、蒸気のような、懐かしの緑色が再塗装され、同年6月13日から8月31日までは130周年、記念の9月中は引退記念のヘッドマークを、 形出して運行された。統計列は約3ヶ月半での運行となるが、旧塗装が復活するのは9年ぶりのことであった。サザンのデビュー当時に準じた塗装は2016年3月まで運行されていた。サザンの旧塗装が施されるのは約20年ぶりのことであった。上記の通り、このリバイバル塗装編成が本系列で最後に運行された車両となった。 編成表4両編成2両編成本系列は1973年の河川電圧1500ボルトへの昇圧において1 2 0 1系、2 0 0 1型など戦前から戦後間もない時期に製作された600ボルト専用の老朽化した電車を置き換えるべく前述の7 0 0 0系のマイナーチェンジ車として登場した本系列は7 0 0 0系の客用ドアを両開きに 変更し、客室側窓の開閉方法も操作性向上の観点から一段加工式に変更されており、その他終電装置の位置や台車など細部の変更を行っている。2015年10月に7000系が引退したことにより片開きがなくなり、本線を走る通勤車両は本系列を含めすべて両開きとなった。 高野線に導入された6 1 0 0系は本系列のステンレス車体バージョンである。1969年から1973年にかけて近畿車両と東急車両製造で152両が製造された。この量数は2009年まで南海の車両史上最も多かった。一時車はモハ7 1 0 1系サハ7851。 K イサハ7851 k モハ7101 k の4両編成9本が製造された。このグループは、比例棒で登場し、7000系登場時と同じくひし形パンタグラフを使用していた。一部の編成は落成後、高の線に一時的に配属されていたことがあるが、これは6100系車両の導入予定年度が1969年度になる予定であったものが、 1970年度にずれ込んだためである。工術の冷房化改造が施行された後は二次車以降と並結可能となったが、実際には改造済みの四両編成を分割の上、さらに別の四両編成と蘇生して六両編成で運用されることがほとんどであった。方向幕は1978年に同系四次車、6100系四次車、 22000系3次車から取り外した全面のみのタイプを設置していたが、冷房化完了後の1983年から1984年にかけて側面にも設置して外観日を統一した。1985年より一次車を対象とした極部更新工事が開始されたものの試行は半数の18両にとどまった。編成組み替え一次車は工術の更新工事が 施行される時期に当初の計画が見直され一部編成の廃車が始まった。その際、4両編成3本のうち1編成が2両ずつに分けられ、残りの2編成に振り分け6両固定編成となった。編成組み替えと同時に新塗装へ塗装変更されており、6100系中間改造車と同様編成中間に入る先頭車は帯の塗装を 中間車に揃えて、全面を無塗装にする処置がなされた。1 0 0 0の増備により、一時車は2003年7月までに、全編成が廃車された。廃車時には、編成単位で6両丸ごと廃車されるのではなく、6両編成から中ほどの2両を抜き取り廃車し、残った4両は改めて廃車する手法が、ほとんどの編成で取られていた。 1970年から1973年にかけて製造された2から6次車は急行運用を中心に使用する目的で製造されたため新成人より冷房を搭載している。これらのグループは4両編成とモハ 7101K クハ 7951K の2両編成が製造されている。モハ7101型は 当時の比例某車と区分するため7119と7120、さらに MCTTMC と MCTC の6両単位で作られたため、7124以降は4の倍数の車番が、さらに7197回が2両蘇生の関係で、7198も欠番になっている。左派7851型は、 製造過程で7898まで達し、これ以上増やすと7900台に入り区派7901型と番号が重複するため、7899と7900は、欠番、形式より若い車番がある。また、方向膜は2.3次車は搭載していなかったが、1972年製造の4次車は、全面の見つけられ、 1973年製造の5.6次車は側面にも方向膜をつけている。6次車は昇圧後の1973年10月に竣工したため1 5 0 0ト単電圧仕様となっている。また、連結機のジャンパ線も3本から4本に増設されており、一次車とは区別が明確になった。 冷房化改造1979年から1982年にかけて冷房化改造が行われ、この際に下枠交差系パンタグラフに交換されている。更新工事7100系後期、更新車初期更新車の車内1989年より、全編成を対象とした更新工事が行われており、側面交代をブロック後方により取り替え、外反。 屋根後半の全面、張り替え、内張りデコラの身長、床材の取り替え、種別、行き先表示器の設置が行われた。この時期に更新されたのは二次車以降の一部、編成のみで一次車の更新は見送られた。主な特徴として、座席の長さが変更されておらず7000系と同じ小型の方向膜を採用している。1990年後半になると、 従来の更新内容に加え廃送機の設置、乗務員室の車掌台側に仕切り度の設置、大型化された方向膜の設置、車椅子スペースの設置が新たに施された。前頭部貫通扉への車番貼り付けは更新時には行われなかったが、新塗装が採用された後に随時貼り付けされた。1992年3月19日からは、 7173階に青と大々色の帯をまとった新塗装が南海一般社において初めて施された。側面の南海ロゴは角期の旧デザインであったが翌年1994年に CI 導入で新たなデザインのロゴが採用されたため同年4月2日出場の7151階からは新ロゴが使用されている。新ロゴは旧ロゴより 横幅が狭くなったため、狭くなった分側面のストライプが延長されている。ワンマン対応、局部更新工事2000年より、各支線におけるワンマン運転が開始されることに向け、二両蘇生の一部にワンマン対応工事が施行された。主な特徴として、自動放送装置、車体横スピーカーが設置されている。本線での使用も考慮して、 ワンツーマン切り替えスイッチを設けている。ワンマン改造されていない 7100K や 7000K との並結運転は可能であるが、営業運転は行われないためナンバ側の全面貫通ホロが撤去されている。2007年には初期更新車の一部編成に車体の腐食防止策として局部更新工事が施された。更新内容は、 外販の交換及び再塗装のみで、床板の交換や車椅子スペースや車掌台の仕切り度の設置は行われていない。観光列車、めでたい電車、めでたい電車サチ、めでたい電車サチの車内南海電鉄では2014年11月から、加田線沿線の魅力を発信するプロジェクト、加田魚線プロジェクトを進めてきていたが、 その一環として7100系ワンマン車一編成を、カダを代表する海のみゆき、タイをモチーフにした観光列車、めでたい電車にリニューアルし、2016年4月29日より運行を開始した。このめでたい電車は、カダのタイと淡島神社の縁結びをイメージし、乗るだけでおめでたい気分になる電車、ずっと乗っていたくなるような、 めでたくなるような電車、おめでたいと、めでたいが出会って生まれた電車をコンセプトにしている。内装デザインは、魚が車内を泳ぐイメージを表現し、優しさと温かみを感じる車内にした。外装デザインは、肌の体をイメージした鱗柄をシンプルに表現し、ピンクを基調とした塗装に変更した。2017年10月7日から、2編成目となる。 水色の編成が運行を開始した。2018年3月3日から4月8日まで、一般公募でに列車の愛称が募集され4月26日に公表された。それぞれの愛称は、ピンク色が、サチ、水色が、会議に決定した。両者の名前を合わせると、海の孔になり、加題沿線の豊かな海を表している。また、2018年11月には、 南海電鉄 HP より、サチ、カイが正式に結婚することが発表され、同月23日には、カダ駅構内で結婚イベント、めでたいウェディングが開催された。翌2019年1月26日には、サチ、カイの2編成を連結し、新婚旅行と銘打って、めでたい電車か5発となるナンバへの入選を果たした。 2019年3月には2人の子供として赤色の編成が登場することが発表され、同年3月31日に営業運転を開始した。同年7月25日、同編成は7の愛称が与えられた。3編成のめでたい電車の愛称の頭文字を連ねると、魚となる。同編成は2021年7月22日から12月末まで。 コラボレーションにより隅っこ暮らしのラッピングが追加されている。2021年8月には4編成目として黒色の編成が登場することが発表され、頭の愛称も同時に決定した。同編成は和歌山市出身のミュージシャンハイドとのコラボレーション企画として、社内にはハイドのシルエットやロゴマークも施される。同年9月17日に試乗会を行い、 翌18日から営業運転を開始した。なお、頭は、サチの兄という設定になっている。7000系と同じく南海本線、空港線で、空港特急、ラピート以外の全種別の運用につくことが可能で、あるが、戦術したように7000系は4両編成単独で、運用することがほぼなくなったため、4両編成で普通車に使用されることが多くなった。 しかし2005年のダイヤ改正以後、全体的に6両編成の列車が増えた。ため本系列も6両編成を蘇生して、急行や区間急行に使用される機会が増えた。また8両編成の運転では、2007年6月から女性専用車が設定されたため、8月11日のダイヤ変更以降、従来の7000系統の並結による8両編成のほか、 7100系単独での8両編成も蘇生されるようになった。2009年4月時点では、一般的には7000系と連結して8両を運転されることが多かったが、前述の7000系が廃車がされたために、7100系単独での6両8両編成も蘇生されることが増えている。旧塗装の時代では、当時数少ない通勤冷房車だったために1000系と、 共にもっぱら6両編成で自由席特急や急行運用につくことが多かった。前述のワンマン運転に対応した編成は、加田線、田名川線、和歌山高線で2200系と共に使用されるなど、多彩な運用を見せている。しかし、2005年のダイヤ改正で、市線用ワンマン編成の運用が減ったため、一時期はワンマン編成の一部が本線でも運用されていた。 その際はワンマン機器が運行上の支障となる理由から必ず4両固定編成の中間に組み込まれ6両編成となった状態で運転される。また稀に8両編成での運用も行うこともある。しかし時折元の2両固定編成単独の状態に戻って視線運用に復帰するなど運用は一定していない。一時車は前述の通り更新開始直後の 計画見直しや線形の増備により2003年7月までに廃車、解体されている。廃車時に発生した台車は6 1 0 0系の6 3 0 0系化に活用されているほか、制御装置などの各種機器も後年製造、改造された、様々な系列に流用されている。なお、電動発電機は水間鉄道線型に流用された。また、 前頭部のドアの車両番号表示は、この一次車のみ廃車まで打たれていなかった。2000年に、住の江車庫での事故で4両固定編成であった7161階の、うち、難波バ型2両が廃車になったが、2013年の時点でも4両、固定編成18本、2両固定編成21本の114両が、在籍し、南海で最大の車両数であった。 本線系統において、7 1 0 0系は7 0 0 0系に、ついで、使用年数が長く製造から40数年に達しており、更新後から数えても、やはり半数以上が20年以上に達している。こちらも徐々に老朽化が目立つようになり、特に窓に関しては、列車同士のすれ違いの際に、大きな衝撃が発生することなどが問題となっている。しかしながら製造時期、 更新時期ともに7 0 0 0系よりは各7 0 0 0系の廃車を優先していることもあり2003年の元比例帽車全廃後は2014年まで車両数に変化はなかったその後8 3 0 0系が2015年10月8日に営業運転を開始したことに伴い7 1 0 0系も同年から一部の編成で廃車が発生している増備等により徐々に廃車となり 在籍数を減らしつつある。2019年現在、4両編成10本、2両編成12本の64両にまで、減少した。2019年10月以降は、高野線6 0 0 0系の置き換え移行しており、本系列の廃車はストップしている状態である。7 0 0 0系は2008年度以降、8 0 0 0系の導入、2 0 0 0系の南海本線転属、 仙北高速鉄道3000系の南海への移籍により廃車が進み残りの車両についても2015年10月3日に実施された引退記念イベントをもって営業運転を終了しており同年10月8日より営業運転を開始した8300系の置き換えで全廃となった現在は8300系の導入により車歴の浅い7100系も置き換えが進んでいるが 7100K は前述の極部更新工事を施行している車両が増加している。なお、2012年度導入の ATSPN や防護無線は原則的にすべての車両に設置している。2017年からは空港線の需要に対応するため一部編成の乗務員室にタブレット式自動放送装置の設置が進められている。聞き取り付けの際に スペース確保のため助手席を撤去している。7000系生体保存車南海7100系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。